ただいまご紹介預かりました東京ファントムオーケストラと申します。はじめましてのお客様も多いかと思いますが、普段のよさこいのイベントとは違った盆踊りということで、私たちも非常に楽しみにしておりました。今年活動2年目のチームでございまして、作品はサディスティックバリスタ、究極の一杯を求めるコーヒー職人、衣装でいうとシルバーを着ている男性パートになります。それとその助手、ピンクの衣装を着ている女の子の舞台になります。その2パートで構成される作品です。どうぞお楽しみください。それでは皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東京ファントムオーケストラ、サディスティックバリスタ、魂の一滴。求めるは究極至極の一杯、東京ファントムオーケストラ開幕。このひとしずく、このひとゆらぎの香りに己のすべてを込める。ただひたすらに本物のみを追い求める。その根源は絶え間なき真実への渇望。一切の妥協を捨て、前人未到の道を開くはサディスティックバリスタ。精査緻密を極め、その先へ歩みを進めよ。一つの迷いも許される。この一瞬、息を合わせ、心を重ねて、さらなる高みを目指す。さあ、始めよう、死ぬべなきこの旅を。止まりし時間は動き出す。己のルーツが察し出す。デジャブのごとくになぞらえる。かつて来た道、希望のルートよ。細胞が目覚め、肌が記憶する。新たな遠出の喜びがよみがえる。聞こえるか、こだまする命のビートが。
せよ、皆まずこの地へ行くぞ。東京ファントムオーケストラサディスティ